おはようございます。速稼塾の久保です。今日はね、令和2年の6月27日、朝5時9分ですね。今日は3時半くらいに、まあ、目が覚めてですね、それで山本くんと、まあ、遊びながら1時間ほど過ごした後に、まあ例のねプランクやってみたんですけど、たった今終わりまして、今日はね120秒が割と楽にいけましたね。で、最後の120秒のプラスアルファで10秒20秒はちょっと余裕でね、腰を揺らしてこうグググと弓のように体をしならしたりとかしたんですけども、まあこういうふうな楽な日もあれば、今日はきついなって日もあって、まあとにもかくにもね、2分は切らないようになりましたね。だいたいこう目をつぶってグッとプランク始めて、一息ついた頃に、あと10秒で2分かなみたいなタイミングになってきました。まあこうやって体ってね、いろんなものに慣れていくんですよね。最初は我慢と辛抱だったんですけども、今はね割と楽しみで、2分を超えて何十秒オーバーできるかなみたいな感じになってきたかなと思います。と同時にですね、体のコンディションも確かめやすくなって、まあ割とね、関節は今でも痛むんですよ。47歳になるとね、いろんなところが。ただその関節の痛みを筋肉でカバーできるようになってきたのかなって感じですよね。うん。で、今回ね、ミスタイムさんにちょっとね、動画の方ずっと見ていただいてるんですけども、ミスタイムさん最近ヘアスタイルかっこいいんですよね。うん、で、一番最初の頃の動画とかね、まあ、いでたちといいますか、風貌と、まあ、比べると、この半年間で、本当になんかこう、楽しんで動画の方撮影してるなっていうかね、コメントの方ともかなりね、コミュニケーション取るようになってて、いや、よかったなと思いますね。うん。ミスタイムさんが、ダメな人間から良くなったってわけじゃないんですよ。もう最初から私はね、ミスタイムさんの動画に味があるなと思っていたんですけども、なんか今はね、なんか見せる動画になってるなと、より見せる動画になってるなと思って、非常に楽しみにしているんですけどもね。うん、まあこういう感じで、同じことをずっとやってるようでも、工夫ってやっぱ入ってくるんですよね。まあその一端を見たような気がします。ミスタイムさん、これからもガチンコマッチクラブよろしくお願いします。ね、山田くん頑張るぞ。